えー、今回は桜坂46の増本良さんの性格と恋愛運を見ていきたいなと思います増本良さんの性格は正義感が強く自分の信念をまっすぐに通す性質です健康な肉体と精神を持ち五感が発達していて 性格も明るく活発なのでどんどん発展します集中力があり一旦自分の世界に入ると他のものが何も見えなくなってしまいます自分のやりたいことだけするやりたくないことはしないとはっきりしていますそれでも周囲とうまく調和して学びの縁でいい友人と出会うことができ人生で大きな影響を受けるでしょうプラス思考で頭の回転が早く即断即決します 特殊な才能に恵まれ努力家で忍耐力もあり専門を生かした道を歩みますスター性があり早いうちから頭角を現すことが多いでしょうコミュニケーション力を鍛えることが成功の鍵となります次に増本キラさんの恋愛運を見ていきたいなと思います美しくセクシーなので男性からはかなりモテます 社交的で明るいのでいろいろな人と広く浅い付き合いをします支配されたい欲求がありワイルドな男性を求めますが実際には優しくおとなしくて上品な男性ばかりが寄ってきます自分に命令してくれる強引な男性が好みなのですがなかなかそういう人とは縁がありません体で感じるよりまず頭で考えてしまうところがあり純粋な恋をしたいと思ってはいるものの いざ好みの男性が現れると学歴や収入などを厳しくチェックして誰からも尊敬される男性でないと恋愛をやめてしまいます。人の目は関係なく競争意識も持たず恋愛は自分がいいのが一番と思えるようになれれば幸せになれます。えー、今回は桜坂46の増本輝さんの性格と恋愛運を見ていきました。